デロレンザイモンとは、門付け芸、大道芸の一つでホラガイを吹きながら、説教ザイモンを語る芸能、及びその芸人、海イザイモンとも言う、音を出せるよう加工されたホラガイの貝殻。2006年、岐阜城資料館。隣には、釈場がある。デロレンザイモンは、江戸時代に流生した歌ザイモンの系統に属し、ちょぼくれ、ちょんがれ。 浮かれ不死などと同類の語り物芸能である。江戸中期に発生し、特には末月から明治初年にかけて全国的に広がった。デロレンザ門のチラシチョボクレは関東地方にあっては単価の多いものとなり、尺上、またはそれを短くした金杖のほか描紙目や針を奥義も用いたがことにホラいで調子を合わせたものをデロレンザ門と称した、また、 上州在門と呼ぶこともあった。ホラがイを口に当て、デロレンデロレンと合間に入れたため、この名があり、語りの要素が強い。ギターや、シャミの弾き語りのように一人で演じることもあったが、シャミを伴奏につけることもあり、何は武士への緩やかな意向が伺える。当初は屋外芸能として生まれ、江戸の町主演によって演じられたが、完成の頃には、 サイモン大夫と呼ばれる俗人の門付け芸となり、北関東、東北、さらに北陸、近畿、中国の各地方へと広がった。その一方、江戸では開きでの小屋書きによって工業化し、明治以降は予選芸化した。明治中期頃まで盛んに行われたが、都市では西日本を中心にして広まった何は説に押されて衰退する一方、 地方に広まったデロレン在門は関東、東北で残り、ことに山形県一帯や仙台市などでは昭和30年代までその跡が見られた。また、三重県、奈良県の一部でも過労死じて行われていた。このようにして残った各地のデロレン在門を分析すると、節はは75町を基調とし、言葉は銀賞に似て日常の口語とは異なっており、また、山形にあっても見え、 奈らにあっても、それぞれの土地の方言では語られず、やや文語調の独特の語り言葉によって語られていた。デロレン財門は、物語の合間にホライに口を添え覚醒器として、使用し、デロレンという擬音も唱えて、多くの場合、尺状を持って、近世の実録小説などに取材した、講談ネタを語る芸であった。郷土を広めによれば、 1940年から1955年にかけてのデロレン在門の巡業講演資料の演題の精査の結果、箱根霊元気が最も多く、続いて成田山里正旗、天明蘇我が演じられた。これはいずれも仇打ち者に属する。阿公義士伝なども含め仇打ち者は全体の約4分の3に上り、続いて豪欠物、聖断物、力士物、 応援騒動などの順であった。また、あだうち者が大きな比重を占めるのは、東北地方も近畿地方も同様であった。もとより、演者によって得意なジャンルは異なり、デロレン在門の最も流星した幕末から、明治初年にかけての演目については詳細は不明で、あるが、当該期の講談の演目から類推すると、以上述べたジャンルの他に、白波物や、強角物があり、 やはりあだうち者が最も人気のジャンルであったであろうと考えられる。山形県のサイモン太夫を例にすれば、彼らは昭和初年頃まで10近くの同業者組織に分かれて行動し、太平洋戦争後もしばらく分け、三、山口、梅ヶえの三派が活動していたが、その内部においては、太夫たちは自らの所属する派閥を家と呼称し、師匠を親父、 親方、愛、弟子を、兄貴、社弟、大師匠を、爺さん、師匠の兄貴分を、おじ、おじきなどと呼称している。このように、家は、文字通り親分、子分の上下関係を基本とした犠牲的な家族構造をとり、親方たちの談合によって所持が決まり、また、それに違反した者には、内部制裁が加えられるなど、高度な自治が行われた。その一方で、 家内部での序列は各人がサ問題ン大となる前の家柄、価格、血縁、遅延などは問題にされなかった。このような芸人集団のあり方は今日の芸人社会における野望のあり方に通じており、土政人のモラルやルールなどとも共通の要素を持っている。幕末期に起こった老局はデロレンザイモン、アホダラ、京、チョンガレなどに民謡や 俗用も取り入れて体制されたものである。老曲は昭和初年まで庶民に圧倒的に支持された寄せ芸能である。また、公衆温度を草案した大見国の桜川大流が文政年間に入門したのは武蔵区に岡部村のデロレン祭門あたり桜川雛山であったと言われている。大流は大見に帰った後、デロレン祭門に歌念仏と念仏踊りの要素を取り入れて、 独特の節回しを考案、和芸と踊りとを融合させた新たな温度を作り上げた。これは当初、サイモン温度と呼ばれ、明治初年に完成する公衆温度の前身となった。なお、公衆温度においては、歌い出しの後にデロレンの会を唱え、尺上で表紙を取るなど、デロレン在門の形を今も残している。ありがとうございます。